はい、RC どうも、こんにちは。こんにちは、マジコンどうもです。今日はですね、チンピラを紹介したいと思います。チンピラになってた、ついに。あの、チンピラじゃなくてね、あのマックス斉藤さんって皆さんわかりますかね。いつもあの楽しいマシンをいっぱい作ってきてくれる斉藤さんなんですけれども、じゃあね、マシンの方早速見ていきたいと思うんですけれども、横物チェイサーなんですけれども、これあのただのチェイサーじゃないんですよ。ここね、ちょっとね、これ見て、こう四角い穴があるんだけど、ここがあのポコッと開くと、ちょっと振動する竹の子がちょっと入ってくるんですけども、よいしょ、あら、ちょっと不発弾ですね。あれ、じゃあね、マックス斉藤さんの前回ね、鬼滅の刃の無限列車編のね、トラックを紹介したと思うんですけれども、です、ね、あれをちょっと改良したやつがね、今またあるんで、そちらの方をね、見ていきたいと思うんですけども、本当はもう一台紹介したかったんですけども、ちょっとね、いろいろ問題があって、不具合があって、ね、今回はこちらのマシンね。はい、じゃじゃーん。このやっぱりこのファイヤーパターンがあって、これ見えますか、煉獄さん見てる、これこのファイヤーパターンがあって、ここに箱があるってことは、これ焼き芋屋さんなんですよ。炎でね、焼き芋焼いてるんで、結構美味しいと思いますけどね。本当はいい？お、伊之助ですよね。よし、一遍閉じてもらっていいですか？あ、これ、蓋は閉じてる。それはね、それはね、もう、一発芸だからさ。一発芸。蓋は閉じるのね。ここからね、すごいのが飛び出してくる。なんて本番に弱い。はい、おー、出ましたね、これ伊之助ちゃんと出てますよね。前回これ前乗っ取ったやつだよね。いや違う、あ違うの、これ今回はまた新たに作ったんですね、今回の方が出来いいかなと思って。かっこいいよね、これ、うん、刀もちゃんとガッチリ食い咲きと乗ってるじゃないですか、うん、なってこれはそのエフェクトのやつってことだよね、この黄色いのは。そうですね、だから開けるのにその伊之助だけだとちょっと出が悪いから、はい、その棒みたいのをつけたんだけど、はい、それだと格好悪いから、いっそのことはエフェクトみたいのをつけちゃおうかと。あ、なるほど。はい、そんな感じです。ありがとうございました。